パーディシャーとは14世紀にオーモットウルスに仕えたチャートジャライル部出身の政治家。原子などの漢文資料では白頭砂と表記される。純然たるモンゴル人であるが名前はペルシア語で帝王を意味する単語パーディシャーに由来する。祖父のモンケセルを描いたミニアチュールパーディシャーはジャライル部族の中でも最も有力であったチャートシノデで第4代皇帝。 モンケの知性に筆頭コケ人として絶大な権勢を振るったモンケセルの孫にあたる。パーディシャーは幼い頃から化粧帝のバウルチとなり、オルジェイトカーン及びクルクカーンに仕えて、同治戦記院時、戦記院士、中所左上将を歴任した。クルクカーンが亡くなるとその遺外を、北方モンゴリアの記連国にて三年守り、その後朝廷に戻ると、ブヤントカーンに徴用され、 1315年には、中所省の最高職たる中所右上省に任せられた。しかし、ブヤントカーンが亡くなりゲゲエンカーンと、皇太号ダギの信任を得たテムデルが中所右上省に抜擢され、パーディシャーは、集憲院の大学士とされた。その後まもなく、パーディシャーは、ジャル口として、北方モンゴリアに派遣されたが、公正な統治を行ったためモンゴリアの人民は、安堵したという。 南派の変によって、ゲゲエンカーンが暗殺され、イエスンテムルカーンが即位すると、パーディシャーは再び朝廷に呼び戻されて、太し保護を与えられた。イエスンテムルカーンの死後、その維持ありぎ場を押す、上ョ派とカイシャンの維持とクテムルを押す、大都派との間で、転略の内乱が勃発した。この時、パーディシャーは上ョ派についたが、上ョ派の敗北後局事を持参して降伏したたため、 トクテムルに許されて、ジャル口のままとされた。その後、1332年に亡くなった。パーリシャーは、精錬な人柄から、長者と称されており、死後もほとんど財産を残さなかったという。パーリシャーには、馬場的金、はバランという息子がおり、バランは後に、父の地位を継いで、ジャル口となった。 原始巻124列伝11防火三次伝、白刀差幼いえ離縮へ、ためたからじやか。列記時世修武装、有鉱六小強適道地千起因字、マスギンア鉱大部、千起因字、遥か樹砂上昇。武装法、森安ずさぐる北、森山良三年、の帰り。人相即位、健故液圧。遠遊二年、小上中書上昇。事上平否。 久し、朝廷生命、君臣丹、くぬぎ川平等の上、しかも百姓おさむやすをした、一時豪消極地。人相法、上目上時失政、改め受修圏大学士、なお開封義堂三時、六軍国中五と。三育、もったい総相撲札ろ骨赤で陳北方、また異性生ため、おさむ、変民安と。大抵感帰り朝、片穂。 および到達さまえ平常と、平海白刀さ、笹藤子、大上、文相義行、小上大夫、なおため殺路骨赤。イタリ順三年功、白刀さ人となり精神観光、合昇長者。その没なり、貧無痛め、さむ、瞳が単その角。御子とのリゾ水ただすけり、聖徳平義更新、回府義道三次、大師、上柱国、追風位。 平王。三つ子町馬馬的金。次側、次八郎。八郎期。しかも子。その母骨後継子二十しかもやもめ。主節二敵。八郎後以内。そうただし不殺露骨赤。脳次その先。優勢律者。母氏の教えなり。ありがとうございます。